家猫、あ、家猫じゃない、夜プレイです。あれ、けえね。おい、クロちゃん。クロちゃん今日けえね。今まで掃除機してたからかな。あ、来だした来だした。あのトンネルの中に逃げとったね。掃除機今してたからね。え、クロちゃん気づいてないかな。クロちゃん、サイちゃんだけやね。あ、来た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 。はい、クロちゃん、クロちゃん。はい、こんな感じで。あ、レオちゃん、あ、エルサちゃん外れてるやん。これ外れてるやん。すいません。あ、逃げた。大丈夫よ。はい、エルサちゃん、座っとき、うん、おいで。エルサちゃん、そこ座っとき。バックして、そこ座っとき。な、な、クロちゃん遅いわ。見てなかった。な、はい、マヤちゃん、マヤちゃんに、はい、クロちゃん。なに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 、今なんや。あれ、ミクちゃんがいつないね今日。ミクちゃんは、あ、レオちゃんこんなのが倒れた。いつまでこの子持ってんの。レオちゃん、そこ置いとくかな。今日は置いとくんかな。レオちゃん、そこ置いときなさい。かわいいね、手揃えて。はい、それとモカちゃん、モカちゃん、それと、はい、麦ちゃん。ゴロゴロちょっとマシですね、これちゃん、麦ちゃんね。大丈夫だよ、だいぶマシやな、ね、呼吸もマシですね。大丈夫か、ね、みーちゃん。はい、はい、まやちゃん。今日みくちゃんどこ行ったんや。みくちゃん外かな今日は。うわ、はい、まつこちゃん。ちょっと待って、天気、天気に。はい、まつこちゃん、ね、まつこちゃんに電気ついてんのかな。おーちゃん、あれ、誰、首はないやん。おーちゃん首はないやん。首は刈られた、お前。どこ行ったん、首は。おーちゃん、おーちゃん首は、あのね、今日意外とこないしね、撮ってるけど焦ってるんですよ。8時からちょっと保険屋の人が来る、うん、でね、今7時15分やばいな思って、まあちょっと今日は動画短めにしますね。はい、あ、ブルーちゃん、ブルーちゃんに、あ、おった、ミクちゃんおったな。ブルーちゃん、ブルーちゃんにね、ブルーちゃん、お外気持ちよいか。暑いやろもう、ね、はい、もっちね、ブルーちゃん、はい、もっち、お外気持ちええな。お前おったとこはだけど危なかったんで、外通ってもわかるか。ほんまにこの子と危ないとこおったからね。はい、みくちゃん、みくちゃん水分取ってるか、うん、怖がることないよな。わかったね、ゆっくり休んどき。これは、あ、リンゴちゃんやね。リンゴちゃん何してんの。首はなんかちっちゃく見えたけど。王ちゃんの首は知らんか。刈られてるみたいなけど、王ちゃん、どこの首多いの。ねえ。こんな感じかな、これ。これで全員かな。ねえ。はい、ほんまに大阪ね、梅雨明けして、ねえ、今日梅雨明け宣言出るからね。暑いですね。猫いうのがほんまええ暮らししてるんちゃうか、盆栽に。盆栽は暑いとこにおんね、猫ちゃんのね、気持ちええとこにおったら猫になりたい気分で、盆栽もね、そこでね、こういうところで遊んだりしたいなと思いますね。盆栽も今と一緒にな。ん
なあ、あっちまだ入れられてねえな、お前なあ、まあ、ちょっと入っとき、またここから脱走すると思うけどなあ、ちょっと入っときなさい。え、水こぼしてんの。こんな感じで、あ、それとね、あの一つ言うとかなあかんのが、まあ挨拶の件でね、モデレーターさんにね、あのチクったとか言われてるような、ね、コメントを見たんですけど、まあ、チクったというよりも報告いう形で受け入れ、あ、捉えてもうたらいいかなと思います。ポンさんは基本あの仕事あのしてるんで、見るあの皆さんのコメントとかね、いろんなその、まあ、ポンさんの動画で決めたことに対して、まあ、モデレーターさんにね見てもらう形で、あのいろいろ見てもらってるんですよ。その中であの人たちにあのポンさんが言うてることを、まあ、ちゃんと理解された中で、あのちょっと違うんちゃうかないうことを報告、まあ、ポンさんは見てますけどね、 そこらはだから見てるから、そのちゃんとした報告もね上げてもらってるんで、もう信頼関係がねやっぱりそこでね、かなりあの今のモデレーターさんたちね、あの任せてて大丈夫や思ってるんで、ここで、まあ、あの決めたことに対してあのちゃんとしてもらってるかいうことを見てもうてるだけで、それをね、まあ、報告という形で、来てるだけで、だからね、変に思わないでくださいね。ポンさん見てますからね、たまに。あ、そこはちょっとやっぱり気になるところを、また、報告して。やっぱり前にね、挨拶の件はね、揉めてるんでね、やっぱりその、いろんな、揉めたりしたりして、その人だけの名前をね、挨拶を呼ばなかったりして、いろいろあったんで、まあ、ここはもう名前のね、挨拶は、まあ、社会出た名前、挨拶は必要やねんけど、まあ、そこを個人じゃなくて、皆さん、いう形でね、皆さんおはようございますがこんにちはいう形でね言ってもらえたらいいかなと思っています。まあ、そんな感じで、まああまりね、それでまだモデレーターさんのことを 言われるにあたらもうそのチャットもね閉鎖しざるを得んようになってくるんでね、そこらはねやっぱり理解してもらえたらなと思います。やっぱり皆さんが楽しんでねもらえたらいいチャットにしたいんでね、だから挨拶個人的に見たんでね、前に挨拶されてないような感じのことをねコメントされてるのを見たんで、チャット内で、まあ、そんな感じです。だからね、皆さん仲良くね、大人なんですからね、それでモデレーターさんが決めてるわけじゃないからね、ポンさんが決めたのをあの人たちが理解して、そこをねやいろいろしてもくださってるんでね、ただで言うたらおかしいけど、ポンさん雇ってやってるわけじゃないのに、ね、自分の時間をね、貴重な時間を費やして、ね、そういうことを見てね、やっぱりそれを恨まれるようなことも多々見てきたんで、そこはちょっと勘違いしてもらうと困るなと思うところですね。まあ、それだけね、モデレーターさんとかね、企画部の方にね、勘違いしないようにお願いしますね。あの人たちが勝手にね判断してるわけじゃないからね、ポンさんが判断してしてるんでね、そこらやっぱりね、ポンさんの動画でねやっぱり楽しく見てほしいないうことで決めたことなんで、よろしくお願いします。まあ、そんな感じかな。今日はちょっと暗い話になったけど、ちょっとあまりにもねちょっとチャット見てたらね長引いてるんでね、そこら皆さんねよろしくお願いします。ちょっとねやっぱりそこらコメントとか見て、いろんなしてほしいとか、こんな言うてましたよ、こんなありましたよいうこともね、してほしいとかいろいろ言うてるのもモデレーターさんがね、その全てずっと見てるわけじゃないからね、ポンさんの動画をね、モデレーターさんも仕事をしもって、今見てやってることだから抜けることもあるしね、その中で皆さんのねコメントを見てね、いいこともこねポンさんに言うてくれたり、悪いこともここはちょっとおかしいな思うこともね言うてくれたりね、ポンさんの考えがモデレーターさんとやっぱり一致しなければいけないんで、そこらはねものすごく理解してほしいなと思います。モデレーターさんってほんま大変な仕事やからね、ポンさんが給料払ってやってるやってもってるわけじゃないから、ね、そこらねよろしくお願いします。ポンのサウスのね動画をね盛り上げていこうと思ってねやってくださってるんで、そこらは
間違えないようにお願いします。まあ、ちょっとそんな話ちょっとねなったけど、はい、みこちゃん、まあ実際ねほんまにいろんな人が来てもうてね、ここの猫ちゃんたち見てもらえてね、一番そこだからね、見てもらえたらいいかなと。猫カフェやないけどね、猫カフェ行くんやったらポンさんとかね、何もお金もうて、見てもらってるわけじゃないからね、ほんまに猫好きな、ね、猫カフェ行くんやったらここ来てもらった方がいいんじゃないかなと思います。ね、遊びに来てもらえたらね。はい、ひよちゃん、ね、1A なんか特に猫カフェに負けないぐらいのね、猫ちゃんたちなんでね、うちの社員はもうほんまに優秀なんでね、まあ、こんな感じで今日はちょっと短めにね終わらせていただきます。まあ中ここで今日はちょっとこういう話はねちょっとしたかったんでね、やっぱりね1年通していろんなまた同じことあって新しいリスナーさんも来るんでね、そこらはやっぱりね毎回1年のごとにそういうことを言った方がいいかなと思ったりね、まあ古くからおられる方はね分かってもらえてると思うんですけど、やっぱりその新しい方なんかそういう分からない人、またねその古い方が教えていただけたらなと思います。そういう新しい人たちがね来た時にね、そんな感じでよろしくお願いします。今日は短いけどこれぐらいしておきます。はい、以上です。まあちょっとレオちゃんとかな、レオちゃんだけねちょっと最後にチュールあげようかなね。はい、レオちゃんだけね毎回ね、この夜これはレオちゃんのね鳴らす訓練からずっとしてきたことなんで、はい、食べこの子の成長をね皆さんでね、見守ってもらえたらなと思います。どういう風に変わるのかね、もーちゃんも今ずっとね何日か78え何日か忘れたね、結構なね日付にかけて今鳴らしてるんですけどね、レオちゃんなんかもさね酔う方2年でやっとここまで、でシャワーもね浴びれるようになったし、まあ、爪研ぎっていうか爪切りはまだなんですけどね、これからねやっぱこの子の変化もまだまだねやっぱ見てもらえたらなと思います。だから頑張ってね撮っていこうと思う、この日々のねこの様子をね撮り続けていきたいなと思ってます。なあレオちゃんね、こんな感じでレオちゃんねほんまにチュール大好き、レオちゃん、はい、はい、食べ、はい、偉かったな、美味しかったな、りょうちゃん、ね、なほんまにポンさんとりょうちゃんの間ではすごね、いろんなドラマがあるんでね、これからも撮り続けていくよ、りょうちゃん成長な、分かった、頑張ろうな。はい、以上です。